登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからは内海俊勝ラブ&ピース自然を楽しむアウトドアを楽しむコーナーです。登さん、よろしくお願いします。はい、はい、こんにちは。ね、こんにちは、よろしくお願いします。はい、新年おめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。この間のは録画だったんですね。録音ですね。収録しました。まあ今生です。ね、生々、はい、生々。のめちゃん、お正月は、正月はどうされてたんですか。はい、どっか行きましたか。山行ってたんですけど、その前にスティーブ・ミラーバンド、うん、これがです、ね、はい、曲紹介を、はい、はい、すいません、はい、話をいきなり、はい、はい、すいません、はい、ね、ジェットエアライナーですね、うん、ちょっと懐かしい曲です ね、スティーブ・ミラー、うん、いいですね、うん、そうです、うん、まあ、正月山行ってたんですけど、うん、ちょっと本日のコンディションからまず入りまして、うん、1月8日水曜日、湘南海岸スモールコンディション、うん、膝ももサイズ、はい、膝もも、まあ、できなくはないかな、あんまり乗り気がしない、はい、はい、引いてるところ、うん、引いてる時間に、遠浅のビーチでちょっと遊びましょうかぐらいで、うん、なるほどね、しかし、しかし、明日はちょっとサイズアップ。そうなんですか。私はちょっと初乗り、初サップ行っちゃうんですかね。初サップ、はい、ちょっと一発かましてこようかと思っております。はい、はい、なんですね。で、山海と忙しいですね。帰って冬場の方が忙しいんじゃない。そうですね、両方ありますからね。両方できるもんね。はい、確かにそうですね。体一つですけどね、体一つ、はい、2つ欲しい。そうですね、3つぐらい欲しいですね。3つ欲しいですか。3つぐらい。はい、夜お店もやんなきゃいけない。そう、お店もそうだし、夜飲む人もいるし、飲む人もいる。ね、山行って海行って、だいたい3つあればなんとかなんだな。はい、で、正月は、うん、私白馬の方に行ってまして、ほうほう、で、白馬のスキー場関係なんですけど、うん、どんな感じなんですか。まあ、にぎわっています、うん、で、うん、白馬乗鞍スキー場とか、うんうん、コルチナスキー場っていうところにいまして、うんうん、はい、実はその奥の姉さんも、うんうん、若干1名ご一緒させていただいたりしたんですけど、誰のこと言ってんですか、はい、私のこと言ってんですか。で、はい、うん、コルチナスキー場、コルチナ行っちゃった、はい、行ってみたら、うん、まあ、コルチナなんてなんかよくわかんないですけどね、はい、そう、大雪が降ったら、うん、まあ、コルチナスキー場で、うん、パウダーを滑る、うん、で、パウダージャンキー、うん、パウダーフリークはコルチナに集まる、うん、で、まあ、なんでかっていうと、うん、ゲレンデがそこそこシャドウがあって、うん、大雪が降っても止まらないで、うん、粉雪スプレーをぶち上げながら滑る醍醐味があります、うん、ね、巻き上げながらね。そうですね、それが結構大事で、うん、でも、うん、しかし、うん、人が多い、人が多い、最近はもうネタバレしてて、その在住の人たち、もしくはそのローカル、それから今言ったフリーク、うん、ジャンキー、うんうん、ごっつりコルチナに集まってましたね。これがここで言ってるぐらい言っちゃったからですかね。そうだ。漏れちゃったんだよ。漏れ、そう。情報出すためにやってるから、ね。そうですね。そうなんですよ。うん、で、まあそんな流れがあってね。うんうん、で、まあ行ったらすごい人で、うん、そのまだリフトは動かず、うん、滑れるわけがないんですけど。そのリフト券なんかもさ、去年にさ、はい、のぶちゃんがやった安くね。そうそうそう、買っといて。お得にっていう、うん、そういうのやって利用してきてくる人いるかもしれない。いっぱいいるんですけど、うん、それはやっぱりチケット交換しなきゃなんないんで。あ、なるほど。うん、まあもしくはその、年パス、年券を、うん、年はい、シーズン券を持ってる人は関係ないですけどね。でも3、40分は、その、リフト前で待ってるわけですよ。うん、寒い中。結構、うん。で、その、リフトが動いて、うん、で、一斉にスタートっていう。ほう。うん。もうまあ、最初のバージンスノー、そう、一気にブワーッとこう、雲の子を散らしたように滑り出すんで、それをもう、チャイニーズダウンヒルとかって言うんですけど、なんでチャイニーズなんですかね。何なんだろうね。人多いから、メイビー。メイビーだね。エグザクチュリー。はい。なんか今日、ジューシーですね。ね、はい、バイリンガルになってる。ですね。全然違うわ。はい、そうなんですよ。それで、うん、まあ、そんなんで、すごい人でしたっていうのと、うん、あとね、ちょっとこう、一個、うん、まあ、友人が、うん、久々に来てもらったんですけど、うん、道具の不具合がいくつかあってね、うん、で、まあ、シーズンインの前には、うん、自分の、
大事なギアをちょっと再点検してほしいっていう、うんうん、特に山関係そのバックカントリーとかサイドカントリーとかっつって、うんうんうん、ゲレンデからちょっと離れたエリアに入るような時には、うん今までその毎シーズン使ってるものであっても、うん、点検する、そうですそうです、あの不具合がないか、例えば錆びてないかとか、うん、あのスクリューのネジが空回りしてないかとか、うん、結構そういうトラブルが出てきて、うん、でそれをこうスタート切っちゃってからだと、うん、あの最初は、ね、最初は使ってなくて30分後にあの高みに登ってきてそこで使用するときに、うんうん、もうすでにそれがちょっと空回りしてて使用できなかったりすると、せっかく行ったのに役立たない、そこで、ね、撤退とかっていうのももったいない話だし、うんまあ、そんなのもあるんで、その自分の道具再チェック、例えばスキーブーツだって経年劣化で5年も経ってたらプラチック割れちゃうんですよ、うん、そうなんですよ、よくそういうのあるんですよ、うんうん、もう5年経ったら廃棄、捨てて、はい、永久的ではない、うん、ないないない、スノーボードブーツもそうで、うん、ミッドソールとかがウレタン使ってるやつはやっぱ亀裂が入るんですよ、あもう4年5年経ったら廃棄、うんまあまあうん、ましてあんまり古くなるまで使うと逆に危険だってことなの、うん、でまあそのスキーも本当に、うん、あのなんだっけシューマッハ、シューマッハ、ね、怪我したでしょ、ねまあ、あれはあのギアのせいじゃないと思うんですけど、うん、やっぱり怪我なんかしたドイツのメルケル首相もそうだ、ね、あの人も腰いっちゃった、ねね、あの人もクロスカントリーみたいな、ね、ってでもそのやっぱ怪我につながる要素がある自分のギアはやっぱり大事に、うんまあ、ちゃんとフルチェックしてくださいっていうところ、でも年に2回ぐらいしか行かない方だったらばまず見ないかな、ね、残念ですねそれはね、やっぱりそれでも見ましょうね、誰か一緒に行く人が見てあげましょうねっていう、まずそういうところに行くんだよね、そうなんですよ、受けそうです、そうそうそういうことなんですよ、今だからね、でも滑って途中に切れたりしたらとかね、うん、大変ですもんね、まあだからね、怖いですね、それは滑る前に見ましょうよ、うんうね、自分の道具じゃないですかっていうね、自己責任ってね、そういうの自己責任、うん、ギタリストねチューニングするじゃないですか、確かに、ね、板ねあの1本足んねえやなんだって、うん、ね、うん、スタート来ちゃって足んねえやじゃ済まないですもんね、手遅れ状態です、そうですね一緒ですね、そうそう、うん、何事も準備が怠るなということ、そうそうそう、うん、もう準備8割です、ね、準備8割、いいこと言うね、それ1割あの野球選手のイチローと同じです、ね、イチローもそう言ってました、あけぼの城のイチローって呼ばれてましたそうなんです、いやいやいや、いろんな人になりますね、はい、はい、そうですね、うん、まあ、あとはそんなのがあるんで、うん、その道具をチェックしましょうよっていうのと、うん、あとこの間もねちょっと説明したディギンマガジンっていうのが、はい、三栄消防から出てまして、はい、でこの三栄消防のディギンマガジンに、うん、この間あのゲストで出てくれた、うん、被害さん、被害吉郎さんっていうのがやっぱりこう僕ちょっと改めてもう一回ね、うん、かっこいい写真があったんで、うん、でもあと1分なんですよ、あ、まあ大丈夫、ここだけね、うん、ちょっと内海さんにもすごいでしょ、うん、ピラミッドって、うん、これが被害者の写真ですか、アラスカの写真がバッチリ出てます と、 いいすと、この景色はこの時しか見れないだろう、ね、うん、そうです、これちょっと崩れたらもう終わっちゃう、まあ、ディギンマガジンもう一回チェックしてください、そうですねっていうところです、はい、わかりました、はい、それでは締めに行きますけど、ね、よろしいですか、ね、ギア点検を怠らないようにっていうことです、そうですね、はい、ね、はい、自己責任ですからね、うん、はい、はい、ね、それではまた来週、はい、来週はまたよろしくお願いします、はい、平常通りよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、それではまた来週、バイバイ、どうもです、お疲れ様でした。お疲れ様でした。これ最初撮れてなかったんだ。あ、嘘。本当。なんか。すみません。急に落ちちゃって。被害さんすごいでしょこれ。それすごいね。1997年。そうなの。ちょっとなんかあったらカーンって落ちちゃう。なんか、うん、子供。劇自体も崩れちゃいそう。これ